おはようございます、こんにちは、こんばんは。ビートパラドックスです。テアトルアカデミーです。はい、優勝に来ております。はい、ビートパラドックスのルーキーズライブオムニバス、はい、その練習風景に突撃したいと思います。はい、はい、行ってみよう。ゴー、行くぞー。ついてきて、ついてきて、ついてきて。映ってない、アンジェラ映ってない。どこ、俺がどうしたらいいのこれ、難しい。あ、消毒、消毒大事です。はい、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 そっち、そっち。低い、はい、皆さん見てください、必要でございます。35、お、そこ、はい、平熱です、35。はい、じゃあ次。できた。私は普通に、はい、皆さん日常空手見てないの、ね、出てるけど日常にやる、やるでしょ。日常にやるための日常空手ですからね。階段降りてますけど、はい、見てみて。ワクチンだ、ワクチン。そうワクチン何回目？2回目です。お、え、いつ打ったの？今日。おお、明日もしかしたら熱出ちゃうかもね。どんな感じ？今日別に普通です。アンジェラさん1回目もさ、普通にね、リハしてて普通に汗だくになって、次の日も普通だったね。打ったこと1回目忘れてました。そうなんだよね。シンさんはもう、もう2回打ちました。はい、素晴らしい、早いね。2回目ちょっとね、捨てました。なるほど。でもこうやってみんな元気でいるので大丈夫ってことですね。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、ホシミンはワクチンどうしたのっていう感じになるけど、ホシミンは最初アレルギーで打てないっていう、ね、あったんですよね。 それがなんか打てることになって、これからよかったです、よかったです。しかもね、本番2日前ですよ。おそれ1回目ですからね。1回目、ね、1回目ですから。あ、なんか、お、なんか聞こえてる音が、騒がしい音が。じゃあ行ってみましょうか。なんか混じってますね。頑張ってね。どうですか、皆さん調子は。準備しております。おぎりもありますね。みんなね、汗だくでやってましたね。あ、見えなかったかもしれませんが、汗がね、ここから吹き出してましたね。吹き出しはしない。下体ごと。攻撃になってるから、攻撃に。こんなご時世ですけども、はい、もうすぐ本番です。詳細は概要欄にあるよ。概要欄にある。はい。あ、概要欄だ。概要欄、ここに概要欄書いてある。ここ？あ、本当だ、書いてある。書いてあります、ね。書いてある。うん、朗読劇と、うん、歌唱ライブとかもあるみたいですね。おー。いろんな作品が詰まったバスケットという公演の一つの中にオムニバスというハイブリッドパラドックスね、ルーキーズライフボリューム1があります。はい、はい、見に来てね、待ってるよなんですけれども、そうなのよ。こんなご時世ですので、はい、配信の方をチケットをお求めいただいて、はい、配信ご覧になっていただけたらと思います。はい、お願いいたします。ご来場いただいた皆様に安心してね、少しでも安心してご覧になっていただけるように、はい、私たちキャスト、はい、マスクつけます。はい、前列のお客様には、はい、お席の方にフェイスシールドをご用意させていただきますので、そちらを着用してご覧いただく形になっております。はい、少しでもこう安心して楽しい時間を過ごしていただけたらなと思っておりますので、はい、皆さんもぜひお体にお気をつけくださいね。あの、手洗いね、消毒しっかりして、みんなあの元気で入れたらと思いますので、はい、配信でも劇場でもお会いできたら嬉しいなと思います。はい、それでは皆さんよろしくお願いします。ビートパラドックスでした。チャンネル登録よろしくねー。